今回もやってまいりましたラジオ女子楽屋トーク。本日は6期生水野風磨と7期生七瀬美優香と8期生ノート坂之と上野彩香です。イエーイ。じゃあ早速本題に入りますか。なんだ、うん、お私たちはせーの YouTube 大好きアイドルです。実は見るのは YouTube 全然見なくって、なんかアンインストールしても生活に支障がないぐらい本当にめったに見ることなくて、見る YouTube といったらラジ上の YouTube 見て振りの確認するとか本当に全然見ないんで、教えてもらいたくって、 YouTube どんな YouTube が面白いかをぜひ教えていただけたらなと思います。イエーイ。じゃあ、はい、あゆかちゃんいいですか。はい、私大谷由香はですね、もう最近趣味は何ですかって聞かれても、うん、ファミリーユーチューバーさんの動画を見ることって答えるぐらい大好きなんです。よく聞く、うん、そうなんですよ、うん、いやそのファミリーユーチューバーさんっていうのはまず家族で YouTube チャンネルを開設されていて、うんうんうん、そう日常であったりとか、うんうん、買い物行く様子であったりとか、うんうんうん、何があるかなとでもなんか本当に生活を覗いてる感じってことですか。そうそうそう、生活を覗いてる感じのものもあるし、企画もの、こう企画で家族で企画をされているものとか、あと旅行に行く動画とか、本当にいろんな種類があるんですけども、私はその動画を見ることによって自分が幸せになれるんです。なんでですか。家族のあったかさとか、そのなんていうのかな、もうね、そう、え、私生活のあったかさが足りてないみたいな。そんなのかもしれない。そんな、いや振り返ればそうかもしれないですけど、リスナーさんの温かみ大好きだよみんないつもありがとうございます。そうなんですけど、うん、またちょっと違うんですよね。家族とか、そうそう、自分が通り過ぎてしまった時代、うん、子供の時の気持ちとかを思い出せるんですよ、うん、だからすごく大好きなんですよね、うん、特に好きなのはそうですね、私カジサックチャンネルさんがすごい大好きなんですよ。そうなんですよ、うん、結構その動画の中でいろんな企画をやられておりまして、うん、それを毎回本当に毎日、あのカジサックチャンネルさんは6時に動画、18時に動画が上がるんですけど、はい、私毎日6時が楽しみなんです本当にそのぐらい大好きなのと、あとポルポルちゃん、うん、すごい好きで、その好き、わかります、わかる、本当に可愛いよね。いい、今アメリカにね、はい、住んでいる家族の方で、うん、本当に日常をお届けするっていうのが中心なんですけど、うん、まだ喋って大丈夫ですか？これは。あと私ウルシちゃんファミリーチャンネルっていう家族の方が好きで、13人兄弟、ですけど、15人家族の13人兄弟で、うん、その家族の日常をお届けしていて、兄弟が13人いるですけど、皆さんすごい仲が良くって、もう本当に心が温かい気持ちになるんです、うん、なので皆さんぜひ見てください。ゆかちゃんなんかグッズのなんか T シャツとかもよくレッスンで着てますよね。そうなんですよ、あのポルポルちゃんのグッズをこの前レッスンで着てたと思うんですけど、うん、本当にグッズを買うぐらい大好きで、私の幸せにつながってます。なので皆さんぜひ見てください。そういうのを見てください。見ます。おすすめのチャンネルがいっぱいあるので、うん、これは言っていいことなのかどうかわかんないんですけど、ゆかちゃんが YouTube で、おや、この企画やりたいとか、ライブの、なんか今回企画こういうのやりたいって提案してくださることがあるんですよ。あ、いいですねって言ったら、これなんとかっていうファミリー YouTuber さんがやってたのって言って、パクリですかね。違う。何ですか？憧れからのリスペクト。ああ、同じか。一緒ですね。憧れ、尊敬。そう、でも本当に自分もやりたいと思うぐらい、何回も見る動画とかも多くて、本当にみんなにもっともっとこの魅力を知ってほしいなって思います。じゃあ、みよち。みよちよ。めっちゃ気になるの。どういうのを見るの？未知数だからね。私あのね、ゲームが好きなんですよ。ゲームを。ゲームでなんか。これ難しいな、えあれってなったら、ちょっと YouTube で攻略を見て、ああ、自分がやってるののってことか。そう、やってるのを見て、あ、こうやるんだなって言って、一緒にやってますもん。ああ、YouTube の動画を見ながら。見ないぐらいやってます。お手本みたいなこと？お手本、もうお手本というか、本当に何すればいいのか分かんなくなっちゃったら、もう見ます。それはどういうゲーム？ドラクエとか。ドラクエとかやるの？やります。なんか水野の勝手なイメージだとドラクエってなんか男の子
子とかがハマる、うん、あ 古いよね、古いんですか私も考えて、私も実はやってました、ドラマ、そうなんですか、導かれし者たちとかやってました、あ導かれし者、わかる、あーちょっと喋れるあとなんだろう、星空の守り人とかなんかやってます、好きでした、え、はい、媒体は何ですか、 3DS、 え古い、私は 3DS だったんです、 3D と、あの私はなんであの8と11やってて、うん、8なんか PS2 みたいなことで、でも8と11結構前だよね、8なんだっけ、でも結構前ですよ、ね、結構前です、8と11って、なんか、うん、家にあったのでやってみてすごい面白かった、うん、面白いよね、面白いですよね、でも私は攻略本を見てやってたので、あー YouTube 攻略本見てそう分厚いやつですね、ああいうのって、そうそう、あ、キメラの翼はここで手に入るやってたのでやってたので、それを YouTube で、見てやってるってことだもんね、はい、最新のなんか今え、どういう風に行き詰まるの、ドラクエなんか先に進めないみたいな、うん、なんかその喋るじゃないですか、主人公となんか誰かが、あ、村人とかいろいろ、うん、何々やにいてって言われるんですけど、うん、飛ばしちゃうんですよ会話、あ、聞かないの、もう喋るもんね、みんな、うん、本当に長いなってなって、え、終わった、なんで重要な会話を逃しちゃうの、うん、もう本当に、ね、何すればいいのってなって、うん、本当に見てます、ああとモンスターの倒し方とか見てるし、本当にいやもうなんて言うんだろう、敵が強いんですよ、すごい、わ、うん、かるわかる、だからどうすればいいんだろうなとなって、うん、とりあえず弱い敵は倒し続けてレベル上げっていう感じだったら倒せるので、うん、ずっとやってました、うん、そう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 、ゲーム、じゃあこのつ、はい、私は料理動画をよく見ます、おー、なんか季節、そろそろあれバレンタインとかあったりとか、うん、シーズンごとになんかハロウィンとかクリスマスとか、なんかお菓子の作り方の動画を上げてる人とかいたりするんで、最近だとケーキのオタクちゃんっていう方がいて、その方がすごい可愛いデコレーションケーキを作る、本当になんかケーキ屋さんで売ってるみたいな、あ、じゃあそれを見て真似して作るっていうよりかは、その量すごいものを作ってるのを楽しむってこと、なんか見て楽しみつつ、私もケーキ作るの好きなので、うん、すごい、なんか参考にしつつって感じで。ちなみに大家さん、ケーキは作られますか？ケーキはいつも走ってお店に買いに行きます。歩いて走って走って買いに行きます。うん、ただあのさっきもなんか、じゃあ皆さん夜中にあクッキー食べたいなって思ったらどうするますか、うん？私はコンビニに走って買いに行きます。どうします？寝ます。あ、食べないと、食べない、はい、どうしますか、作ります、どうしますか、私も作ります、ほら、だってさ、なだってさ1時間とかかからない、いやかかんないかも、30分ぐらい、後輩の女子力高すぎっていうことが今判明しました、なんか買うよりお家にある材料がお家にあったら、はい、作った方がすごい、はい、すぐできる、はい、できるし、そうですよね、すいませんすいませんね、本当に、はい、ね、スーパーのね、なんかお菓子コーナーとか見てる場合じゃなかった、そうなんです、失礼しました、本当に、そうだね、あとでもさ、メンバーでよく聞くのはさ、メイク動画あるよっていう子は見ますか、私は、うん、ななこちゃんっていう、あー、あー、ピーピー、こんにちは、ななこですの、うん、ななこちゃんの動画をよく見ます、ななこちゃんは岐阜県民なんですよ、おありがとうございます、岐阜のスター、ありがとうございます、めちゃくちゃ見てた、今も見てる、なんかね、うん、メイクとかさ、ダイエット系、見ますね、え、私待って、また喋りたい、どうぞ、私あと ASMR、 あ、私しなこちゃんが好きで、ASMR 見たことある、見たことある、なんかわさびの食べる音っていう、わさび、知ってる、知ってる、わかる、わかる、どの状態で、ね、練りわさび、あ、違う違う、え、お名前です、お名前です、そうなんです、失礼しました、そうね、食べる、なんか本当にチキンとか、グミとか、グミとか、なんかカラフルな、なんていうんだろう、白桃とか食べるよね、食べるよね、ここの口元だけ映して食べるって感じで、結構いっぱいのものをいっぱい食べるから、うん、なんか見てる、そう、気持ちいい、食べ方がすごい綺麗だし、うん、すごく大好き、
水野は好きなんですよ、その動画。でも、イヤホンで聞くと、なんか、ゾワ、脳がゾワゾワしちゃうから、ASMR 動画なのに、イヤホンなしで、このままスピーカーで見てるタイプなんで、挑戦してみます。脳との戦いで。まあ、一番ね、一番ホットな YouTube チャンネルといえば、やっぱり、ラジオ女子。ラジオ女子の YouTube チャンネル。え、なんかあの、自分の好きなものを語る時の勢いがない。これ、ラジオ女子の YouTube チャンネルなんで、まあ、一番面白いとかいい動画があるといえば、やっぱりラジオ女子。公演のね、動画だったりとか、裏側の動画だったり、まあ、これを見てる方はもう知ってるか。とか、あとはね、過去にはロケに行って、いろんなことに挑戦したこともあったし、あと、そんな感じですよね。うん、あ、企画もの。なんだっけ、リホちゃんとセナちゃんメンバーのコマンバのなんか旅 Vlog とかもありますし、まだ見てないよって方や、たまたまこの動画に行き着いた方もしいらっしゃいましたら、他の動画を見ていただけると、このシリーズも見てほしいね。あ、そう、ラジオ女子楽屋トークシリーズ、なんか好きなことについて語ってるので、結構ねダラダラといっぱい喋っております。ぜひ見てくださいということで、話したいないことはないですか？ちょっとありそう、ちょっとありそうですが、はい、まあこの辺にしときましょう。じゃあバイバーイ、バイバーイ、ラジオ女子。